それでは銀メダル日本チームにお話を伺います。まず奈々さん、レースを終えてみんなで肩を組んで声を掛け合いました。どんな声があったんでしょうか。でもやっぱり最後もう転ばなかったら優勝できたかもしれないタイムだったので、やっぱり悔しいです。でも奈良さん、まだレースがありますから、次に向けてはいかがですか。後で考えます。ありがとうございます。美穂さん、はい、3つ目の銀メダルになりました。それぞれ思い込められたものは違うと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、本当にどの銀メダルも違う思いがあって、また 1500m の時とは違った悔しさっていうものはありますね。私の中ではもっと最初の方で何かできたことがあったんじゃないかっていう、後半の戦いになる前にもっと、チームにリズムを作ることができたんじゃないかっていう思いも あるので、その、まだどう言葉に表していいか分かんないんですけど、これに関してはまだ気持ちの整理をする時間が必要だなっていうふうに思っています。そして綾乃さん、後半強いカナダを相手にレースとしてはいかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱりファイナル終わってみて、やっぱり今日はカナダが強かったんだなって思うことができたレースでもありましたし、最後自分たちがゴールしたところで、どういう差になっていたのかちょっと本当に僅差になってたと思うんですけど、でも本当に美穂さんと同じく自分にもこう前半の先頭に出たところだとか、後半の前の人のサポートだとか、まだまだできた部分はあったんじゃないかなって反省することができたので、本当に、この結果自体も悔しいですし、自分自身にもちょっと悔いが残ったレースになってしまったなと思いました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。